チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの、甘いもの食べましょう。はい、ということで、ローソンで買ってきた大きなツインシュー113円、113円、ローソンうちカフェのツインシュー、今日はね、この前の濃厚なんとかがね、2個しか売ってなかった。だからみんな同じの食べるから、うちはこれでツインシューがいっぱい売ってたから、これ3個買ってきた。でも子供食べてんけどね、美味しかったらしい。ではいただきましょう。ちなみに309キロカロリーです。わお。はい。ではいただきます。結構出てしまったよ。疲れてる時には甘いもの、甘いものはね、頭の脳の栄養、体の栄養です。ではいただきます。空っぽ生クリームが見えてる、おいしい。これ何回か食べたことあるんだけどね、おいしいね、間違いない。もう終わっかな、コーヒー飲もうかなと思って沸かしてんけどね、で今日、まあお弁当買いにね、ローソン行ってきたけど、お弁当だけちょっとね、パンもなくなったから、パンも買わなあかんなと思ってローソン行ってきた。ローソン長寿食ってなかった。なんかまたローソンのね、なんかもちもちパンとかいうのがそれしかなかったん、食パン。だからそれ買ってきてん、もちもち食べたことないから、まあ、食べてみようかなと思って買ってきてんけどね、またね、週明けにでもお買い物行って、これなんかピーピー言うてる。上から出た、コーヒーまみれになった。まあいいや、ドジのあっちゃんです。はい、はい、だね、あのハンディがね、ここに。で前に掃除機マニアさんが送ってくれて、そっちに、でダイソンがそっちに置いてあるんでね、下はね、お掃除かけてくれ、よし、変なとこ破ってくれるから使いにくいわ、おうちを開けてくれるから。はい、まあ、これにコーヒーをね入れましょう。で、ミルクを出してきてやんの。北海道 3.7 牛乳です。よいしょ。よいしょーん。で、これで食べましょう。いただきます。ほろ苦、おいしい。ほろ苦でミルキーでおいしいよ。食パンとお弁当とかっていた、でね、あっちゃんも好きやけど、下も好きやねんけど、クロスワードパズル買ってきた。置いといたね、下がやんの、これおやつ。うちお母ちゃんも好きやったしね、みきちゃんも結構こんな好きやった、家族みんなこんな好きやねん。最近もお母ちゃんね、せえへんけど、昔ね、脳出血になったちょっと後ぐらい、まだ元気な子、めっちゃ元気やったからね、元気やねんけども、体が動かへんから、こう、フラストレーションたまんねんよね。その頃に、量買ってきてあげて、で、量応募したら当たらへんだけどね、量やってたわ。最近かなり弱っちゃったからね、ねんけど、
うん、うまっ、おいしい、すごいね、たっぷり入ってる、なんか、うん、お腹すぐたまるわすごいね、満足、うん、満足度高いよ。うん、うん、おいしい、もうお腹いっぱいわ。今日2時だけで十分やったけど、甘いものが別腹の、別腹もなんかもう限界に来とるぐらい食べてないんで今日ほんまに。あれやろな、ここすごい大きい、胃がすごく大きい、あれやろ、ちゃんと同じ病気やったしね。夫婦で同じ病気になる確率絶対ほぼゼロに近いよね。まあ、そんな話はどうでも。うん、ということでね、ね、クロスワードを買ってきたんだ。これね、じゃクロスワードを解きましょう。うん、面白い、結構好きでさ、またこれ特動画しようかまあ一回やったね。あー、もうお腹がいっぱいで、ギャップがすごい出るわ。間違い探し、クロス、クロスワード、スケルトン、漢字読みクロス、漢字パズル、結構こういうのね、子供にさせたら子供もね、勉強にもなるしね、勉強しなさいとなかなかせんけど、こんなんしなさいって喜んでするからね。点つなぎもある。いろんなもんね。賞金、現金5000円とか ね、商品を狙ってね、選べるグルメ6000円相当とかさ、そういうのちょっと狙って、いきましょう。図書カード5000円分とか。お選べるグルメ5000円分とか面白そうなんでね、行きましょうか、ね、またこれやりますね。はい、ということで今日ローソンで買ってきた、大きなツインシューを食べてで、まあ、コーヒー飲んでね、ゆっくりまったりした、土曜日の夜でした。今日はねテレビ全然ついてないね、ずっとゲームやね一日中ゲームやな。もういいねんけどね、あっちも嫌いじゃないねんけどね、あのスマブラは分からへんねん。だっちゃん難しいしね、なかなかできへんけど、子供はすごい面白いってやってんだけどね、ガチャ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 指が痛いだけでなかなかせえへんねんけどね、まあそんなこんなで、あとね、あっちゃんも、うん、お風呂入って映画でも見て、ライブする元気がないのよ、したいねんけどね、みんなとね交流してお風呂からみんなと話してたけど、もう元気がない。昨日多分ね、あのライブしとってね、目が疲れたんか知らんけど、目がめちゃくちゃ痛いねん。だからちょっとね、当分ライブも分からへん、まあ携帯でやってるか余計かも分からへんねんけどね、字を追っかけるのが、でもまあ目悪な手でつらいわ、眼鏡かけなんかのかな。ただでもね、老眼はね余計目上ってなるって言って、父ちゃんも最初老眼かけた頃も上ってなるって言っとって、だからそれもなどうかなと思って、まあ何でもいいねんけどね、楽しくできたらそれだけでいいね。だからもしかしたらあっちゃんもライブちょっと当分まあ、するでするけど、もしかしたらお風呂ライブとかもね、もう目癒す、ゆっくりするのにね、目ゆっくりさせても、あのお風呂で携帯持ってて映画見ね、プライムの映画見たりするんだけどね、ね、ちょっとね見た映画がいっぱいあってね、それをもうこれから見ていこうかね。もうほんまに YouTube やったらね、撮れる時間がなくなってきて、なかなか映画見る余裕もなくなってきてさ、だからそうやったら心の余裕なくなってくるからね、心にもっと余裕持って映画も見てゆっくりしたいなと思って。だからもう1日10本のノルマはもうね、今年いっぱい頑張って、来年からはそこもちょっと自分の時間をもうちょっと取っていこうかな思っとんねんけどね、もうちょっと自分の時間を取らなあかんな、はっきり言ってね、
今まで仕事してきた中で一番時間かかるんが今の仕事かもわからへん、うん、でも嫌じゃないね、やっぱ楽しくやれるからね、今までやってた仕事でも大体もうね、まあ、のやらされた感でやった仕事ってないのよ、自分からこうやりたいとか率先した仕事やから、時間かかってもね、かある意味ね、3日間徹夜、ほぼ仮眠数、1時間とか数分、数十分の仮眠を何回か繰り返してやった仕事もあったけどね、充実してたんよね、うん、まあ、そんな感じにね、いろんな仕事してるけども、慢性的に寝不足になるね、 YouTube はね。なんでか終わりないねん、車の仕事なんかでも、まあ、他の仕事だけど完成して終わりやん。で YouTube っていうのは動画完成、動画完成の追っかけ追っかけやから、もっともっともっと編集をしていきたいっていうのがあって終わりがないんよ。だから編集を手抜いていってちょっと時間作っていくとか、動画の本数を減らしていってしかないからね。で動画の本数を減らしても多分また動画の編集の方に力入れたくなってきたりしたら結局一緒やと思うんだけどね。まあ頑張っていきましょう、楽しくね、みんなとワイワイできるのね。でもっとね、一本の動画でも何十万何百万再生になってきたらね、もうほんまに2日に1回とかになってもね、収益取れるようになってきたらもうそう、で見てくれてるみんながちゃうよね、求めてるよね、うん、やっぱ食べる動画毎日待ってくれてるもんね。食べる動画はやめません、うん、毎日食べる動画とかできるだけ出すようにする、うん、で一緒に食べてもらって、そこのところはね、もうほんまトリッパの編集なしとかでもいける、もしかしたらもうライブでやってもいいしね、食べる動画ね、でそうやってもいいしやねんけども、で力入れる動画1本だけメイン、もう1日まあ何本、今10本やから半分に減らしても5本、3分の1に減らしても3本、ね、4本ぐらいになるから、それちょっと減らしてね、でその中で編集ガチンとする動画を1本だけでも作っていきたい、それがあっちゃんの今後のか、ね、やろうと思うことやね。で1本ガチンとした編集の動画だけでもやっぱりもう何万何十万って見られるようになってきたら減らしていったらいいかなと思ってね。どっちかやねんね、編集してみんなが見てくれるまで待つんか、逆にいっぱい出しながら編集して、どっちにしても時間かかるよね、まあまあでもね、収益を減らしちゃうとね、あっちも食っていかれんくなるんで、うん、やっぱり収益は確保しながらやから、編集したらね、1日1本にして編集してもね、動画再生数がそんな急に上がんのかって上がらへんと思うね、積み重ねやと思うね。だからいろんな動画をみんな見てくれて積み重ねがね、重なってきたら編集をしていこうと思うんでね、はい、まあ何でもいいや、そんな感じでいくんでね、これからもよろしくお願いしますということで、今日は、ローソンのうちカフェ、甘いもの、シュークリーム食べました、美味しかったです、はい、でそれと、こんな本の紹介、あと雑談でした、こんなあっちゃんの動画良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです、ではまたね、バイバイ、ほら行ってこう。